はい、札幌占い美容師早橋のことです。今回は、検証してみたのですが、こちらちょっとすみません汚いんですけど今、モンガオイル還元剤こちらの力をちょっとお見せしたいと思います。トリートメントで使ったり、髪質改善のトリートメントで使ったり、あとは、これ薬事法的にね、皆さん自己責任でお願いしたいんですが、カラーに混ぜたりとかして使っております。で、熱処理によって、モモンゴオイル還元剤が反応します。この12ミリのロットにこれを巻き付けました。で、モモンゴオイル還元剤単体でやった状態です。モモンガオイル還元剤で巻いて15分置いて外して洗ったのがこの状態、はい、ちょっと緩いですね。そしてそういう使い方はないんですけれども、こちらがこれがモモンガオイル還元剤をつけて15分巻いたのを15分放置して、で最後ね、髪質改善なんでアイロン入れるじゃないですか。でその代わりに、ストレートなら検証がちょっとわからないので、これは正規のウェーブ効率を見るチェックとは全く全然違うんですけど、パワーがどれぐらいあるかっていうのだけの目安にしていただきたいです。全くこのウェーブ効率の、正式なこの細い毛束じゃわからないので、ウェーブがどれぐらい出るとか、でそういうパーマの検証ではないです。これはあくまでも髪を還元させる力とかあるのかっていう部分の検証です、あくまでも。なので、今こちらの方が、こういうふうにウェーブがちょっと出てますよね、はい、で髪をちょっと動かす力があるよってことですね。これが、これの12ミリ巻いて、で、15分置いて、それからちょっと熱いお湯をかけました、アイロンの代わりに。ちょっとやり方の検証としてはちょっと微妙なんですけど、アイロンかけたっていう体にしてます、はい。流れとしたらモモンガオイル還元剤をつけて、処理して最後アイロンかけてっていう感じの3熱みたいなやり方なんで、やり方としては3熱トリートメントみたいな雰囲気が一番分かりやすいと思うんですけど、そういう感じにした場合、ちょっと熱湯に近いお湯をこれにかけた、ロット巻いてる状態にかけて外したのがこれです。で洗った状態ですね。これが、モモンガオイル還元剤のみで、一番かかってるのが一番、しっかりこうギュッと締まってるというか、かかってるのが同じ条件ですね。これとこれは、はい、同じ条件で12ミリのロットを巻いて、その状態に熱湯をかけて、反応させました。でその状態に、こちらはオニヤンマを最後につけたって感じです。でオニヤンマってこちらの酸化剤なんですけど、このオニヤンマの力によって、酸化をさせたという感じですね。そうするとどういう違いが出るかっていうと、このぐらいのウェーブの差が出てますね、はい。ウェーブの差というか、このね、こっちの方がちょっとしっかりなってるよってことです。っていうことはどういうことかというと、オニヤンマを使った方が綺麗にこういう風に出るよ、そして力があるよってことですね。それがこれ検証から分かってます。ですので、トリートメントとか、以前もね似たようなのあげてるんですけど、トリートメントって結局、例えばくせ毛の髪の毛にトリートメントしても、そのくせ毛の形状は変わらないので、形状にツヤを出すとか手触りを良くするだけだと思うんですよね。でその形状とかツヤに手触りを良くするだけだったら継続しないと、トリートメントの場合だと、結局そのツヤって何で出るかっていうと、その反射なんですね。光の反射だったりとか屈折率とかでツヤ分かると思うんですけど、それって均等な平面のパネルがまっすぐこうなってないと反転が分からない、この光の反射が分からないので、ツヤを出すっていうことはそういうことになりますね。なんで髪をいじらないからなんですね、くせ毛だったら。なので、くせ毛をいじるっていう意味でやっぱりこういうふうに、還元力があるものを使って、カラーなり髪質改善のトリートメントなりして、髪を変えてっていうことをしないと髪って変わらないんですよ。なんでトリートメントやったから髪良くなるかっていうと、その時はいいんですよね。その日はいいんだけど、
あの変わらないんですよ、結局洗ったらもう全部取れちゃうんで。トリートメントの効果どれぐらいありますかって、継続しますかって聞いても、多分ちょっとこうはっきりこうこのぐらいですって答えれる人ってあんま少ないと思うんですけど、多分それって分かんないからですね。結局あんまり効果ないのを分かりながらっていうのもあるので、こう還元能力があるものでこういうふうに変えないとやはり変わらないですよ、結局の話っていうことで、そのいう力を試すのにちょっとこちらを使ってみました。はい、まあ一つの目安になるかなという、まあ、最後また言っときますけど、ウェブ効率、パーマのウェブ効率見る検証ではないので、これちなみにあのすごく細い毛束ですからウェブ効率見れませんからね。なので、そういう形にしてます。あくまでも力のパワーバランス、それを見るだけっていうことになります。